分抱きます。はい。待ってくれた。いただきます。あれ、とんかつもうちょっと違うイメージだったね。パン粉つけて、もっと揚がったような。ちょっとこの、塩辛を。一回どうやってるか。うん。もうなくなった。うん、柔らかい。うん。柔らかさ。ご飯がちょっと硬いね。硬いじゃない、柔らかすぎやないか、これ。あのね。これ、つきたてのご飯？炊きたて。違う、炊きたてじゃなくて、つきたて？違う。残っとったやつ？うん。違う。これ、塩辛ないやったね。いや、結構美味しいよ、これ。食べて。うん。あのね、うん、とんかつにしたらね、うん、あのパン粉がどっさり油吸うけん。おいしい。うん、食べ過ぎだね。結構おいしい。うん。ふりかけ美味しいね、やっぱこの男梅ふりかけ、うん、これ好きやわ、覚えてない。だいたい梅っていう名前がつくもので美味しくないものってほぼないね。何の音、うん、さあ、煮物から美味しい。やっぱり揚げ物あるから今日は煮物でよかったわ、うんうん、美味しいだろ、うん、美味しいこれ、うん、あ、うまっ。今日のすまし汁また美味しいわ、これ。いつもより美味しいで、これ。うまい。よかった。あの白だしは万能やね、本当に。うん、何でも使う。これどうかね、この。まあ、食べて。結構美味しい。うん。おいしいだろ。あの、フライにせん方が、そらそらった方がおばちゃんが好き。これバカタレつけてもおいしいのかね。いやもう、十分で味なしに、こんなに。おいしいおいしい。おいしいだろ。うん。柔らかい。うん？柔らかいだ。うん。ブロッコリーはまだ水っぽい。ほう、うん、うん、ドレッシングかけだったけど。あ、そうや、かけたらよかった。せっかく美味しいやつあるのに。トマト忘れちゃったね。明日もあるってんだか。うん。
来ようか。いる？まあ、よくは、いるも。まあ、明日にしようか。美味しいわ、これ。柔らかくて美味しいわ。ビデカツは美味しいな。うん。弁当のささみとまた違う感じやで。あれ、南部と違ったし、あれ、美味しかったよね。うん。南部鶏は美味しいね、間違いなく。